第日本岡林雄史がノアに再上陸。去年1月ノア初参戦を果たした岡林だが、直後に怪我で長期欠場。決定していた GHC タッグ戦も消滅した。雪辱を期しておよそ1年ぶりに緑のマットを踏みしめる。第3試合、ブレイブ VS BJW、 モハメドヨネ石森泰治組対関本大輔岡林雄史組。会場は大きな拍手に包まれました。去年2014年、ノアマットを震撼させた関本大輔のパワー、その関本が連れてきた男が岡林雄史です。大日本勢がノアマットでどんな存在感か、今姿を現しました岡林雄史です。そしてこの圧倒的な胸板、関本大輔、2011年の最優秀タッグチーム賞、まずは岡林雄史、およそ1年ぶりのノアマット、感触を確かめています。そして2015年の主役はこの男になるのか、関本大輔。大日本のこの2人のタッグが今も声援を受け続けるこの2人です。トップロープ、セカンドロープがいとも簡単に歪みます。この岡林と関本のパワー、その2人がまずリングに向かいます。ノア、ブレイブ、石森泰治、そしてモハメドヨネ。まずはとにかく2015年は結果が欲しい、そう話した石森泰治。去年は怪我に泣いた、そんな時期もありました。そしてノアが15周年ならば、ヨネは今年20周年、節目の年と話しましたモハメドヨネです。色とりどりの紙テープが舞う中、さあ先発は誰が勝って出るのか。リング上を見てみますと、1人体が小さいのが石森泰治。関本岡林に対してはどのような動きを見せるかどうか。さて関本と岡林はおよそ1年ぶりのノアマット、岡林が先発を買って出た。ブレイブは石森だ。さあゴングが鳴りました。大きな岡林コールが湧いています。石森コールよりも大きいかもしれません。さあ目を見開いた、組み合った、ファーストコンタクト、組み当たっていく、一気に丸め込む。田所は足で挟んでいった石森、間合いを置きます。 GHC タッグ、そのタイトルマッチも決まっていましたが、左肩の脱臼、挑戦することはできなかった黒のタイツ、岡林雄史です。さあここは岡林対石森、パワーで圧倒的に分があるのは当然岡林です。ただここは石森が振った、あっと岡林のパワー、そしてもう一発、飛び越えて加速していく、石森飛び越えた、ラリアットかわして一回転、ここは掴んで投げ込んでいった、石森を投げ込んでいく、ドロップキック、さらに加速していく、ただ持ち上げられて非常に高い、何か筋力トレーニングを楽しむかのようにいとも簡単に投げていきました岡林。一気にこの後楽園ホールに集まったファン、味方につけました岡林です。さあそしてタッチ成立、入ってきたのは関本大輔。西森はまだタッチをかわすことはできません。リング上の関本は2013年のグローバルリーグ戦からの参戦を果たしました。また去年の10月には丸藤の持つベルトにも挑戦しているという関本大輔です。さあここも丸太のように太い腕、石森に巻きついていきます。石森もなんとかここは脱出しようと、そして米とタッチ、
関本とモハメドヨネです。モハメドヨネはデビュー20周年の2015年、原点に立ちから帰りたいということを話していました。あっと、ロープブレイクはありません。逆水平、ヨネのエルボー、容赦ありません。逆水平とエルボー、この2人の立ち上がりは打撃戦です。高い打点、ドロップキック。さあ、そして再び岡林、ヨネはどうする。一旦距離を置く。画面左の岡林は去年の12月、地元高知で11ヶ月ぶりの復帰戦を行いました。去年の1月にドイツで左肩を脱臼しまして、より長くプロレスを続けるために手術を選んだという岡林。さあ、ここは力勝負となる。おっと、米が押し込んでいくか。岡林押し込んでいく。ただ岡林も敗れるわけにはいかない。今日も試合前、怪我のリハビリ、その11ヶ月間のたまったフラストレーションを全て発揮したいと、吐き出したいと話していた岡林です。すでに後頭部にはびっしょりの汗をかいている岡林です。ここも組み合った。さあ、岡林が投げていく、ショルダータックル。両者倒れない。会場からもどよめき。さあ、ヨネがスピードをつけてショルダータックル。体と体のぶつかり合いで、この後楽園ホールが沸きます。さあ、岡林だ。おっと、ヨネがふらついた。もう一発飛んでいく。ドロップ飛んできた。ヨネが飛んできた。ただスッと立ち上がって岡林、目を見開く。再び打撃戦。ヨネのエルボー、少し力がなくなってきたが、岡林の逆水平です。岡林はもう2015年、 1.2 大日本の大会でこの後楽園のリング上がっています。ツインタワーズの石川佐藤組を下し、勢いに乗っているというこの岡林です。あっと、投げていった。パワースラム、一気に切り返しました。岡林、そして関本です。ヨネが捕まる時間が長くなった。当然この関本にはぶっこ抜きジャーマンスープレックスホール、恐ろしい技が控えています。ヨネが投げ返す。20周年のヨネ、なぜ20年間プロレスラーをやってきたか、その意味を考えたいと、そんなことも話していましたモハメドヨネ。ただ関本も倒れない。あっと、相打ちだ。ただ4年の視点は大丈夫か。さあ、両者も1、4年の蹴りだ。ラリアットショートレンジ。4年が関本を倒しました。さあ、4年は石森とタッチ成立。さあ、石森と関本です。石森はまだこの関本とは対戦したこともありません。試合前、非常に楽しみだと話していた石森。当然パワーでは下回るので、スピードを見せつけたいと話していた石森です。この石森も今年は結果にこだわる。なんとかジュニアのトップ戦線。あっと、ここは投げられない。おっと、そのまま丸込んでいけるか。ただ関本、首元を捕まえてそのまま持ち上げた。どうする、石森。ただここは担ぎ上げて、アルゼンチンバックブリーカー、岡林も入ってきた。そしてこのタイミングでアルゼンチンバックブリーカーの共演、新年のノアマット、大日本の2人が躍動します。ただ米が脱出。圧倒的なパワーです、岡林と関本。リング上に残った大日本の2人、声を掛け合う。残された石森、
不利な状況だ。ラリアットサンドイッチ式、そして2人に担ぎ上げられてバックドロップ、そしてカウント2、石森もなんとか返します。そして考えもしたくない関本のサソリ、石森脱出できるか。おっと米が入ってきた、ブレイブの米が入ってきた。おっと胸元に蹴り、米に対して部員が怒っている。岡林が米を押さえつけて、さあ2人でどうする、2人のショルダータックル。さあ残されたのは関本と石森、ただ石森にも一瞬の丸め込みがあります。こっからロンダート式で、あーっと見事な蹴り、空中技。さあ石森ここで決められるか、米も入ってきた。大日本の2人から取るかどうか。ここはサンドイッチ式お返しでいきました。たまに入る、ただここで岡林です。関本と岡林、2011年の最優秀タッグチーム。さあ石森トップに上がる、ここで見せるか、450。おっとここは見ていた、スピアそのまま持ち上げてターンバックルに続けて岡林が飛んでくる、串刺し式。そして岡林がリング中央に投げ込んだ、そしてなんと関本大輔の巨体が後楽園の空を舞ってきた。米がなんとかと、さあ何で決まるのか、何で決まるのか。関本が右の拳に力を込める、関本大輔渾身のラリアットは、石森見ていた、丸め込んで逆さ抑え込みだ。カウント2、今度は石森見ている、どうだったらパワーで、石森のテクニックか、ただ関本がそのまま投げ込んだ、垂直落下強烈です。岡林が米を抑えている中、関本のラリアット、石森。さあ関本大輔、うつ伏せの石森ぶっこ抜きました。カウントが3入りました。大日本の関本岡林、新年のノアマットを大いに沸かせました。石森もなんとか返していきましたが、最後はぶっこ抜きのジャーマンスープレックスホールド、関本のパワーが上回りました。会場からは岡林コールに続いて関本コールです。左肩の脱臼がありました、手術がありました、11ヶ月のブランクがありました岡林。ただその怪我ブランクを一切感じさせない岡林の動き、気合気迫でした。去年ノアマットを沸かせた関本大輔に続いて、大日本の岡林雄二、この男もノアマットを一段階高いレベルに運ぶことになるんでしょうか。岡林は来月石川の持つ BJW ストロングヘビー級のベルトにも挑戦決まっています。2015年プロレスリングノア緑のマットの新たな流れ、大日本の岡林雄二、そしてこの関本大輔、やはり目が離せません。